写真拡大。オリックスは5日、山崎早生一郎投手が横浜市内の病院で、右肘内側側副靭帯再建術、トミー・ジョン手術を受けたことを発表した。山崎早生は高卒2年目の昨季は2軍で20試合に登板し、5勝7敗、防御率 4.66、U23 アット杯では最優秀防御率に輝くなど期待の若手右腕。今季は2軍でも登板がなくトミー・ジョン手術を行うこととなった。今後は約10日間の入院を経て、患部を見ながらリハビリを行っていく予定。フルカウント編集部。